中国に羽柴、北陸に柴田、四国に丹羽、関東に滝川。信長は本格的に天下統一に乗り出したようだね。おかげで信長周辺、京のあたりの警備はざるだ。それと毛利との話もまとまったよ。兵を挙げれば援軍をよこしてくれるはずだ。あとは丹波の明智殿だが、それに関してはお宅に考えがあるんだろう。これでお膳立ては整ったというわけだ。すべてお宅の計算通りと。信長は術中、あの言葉は嘘じゃなかったわけだ、松永殿。宗則、協力感謝する。礼としてお主に見せてやろう、悪が運命を凌駕する瞬間をな。久秀は生きていた。大和八木村将に身を潜め、じっと待っていたのである。信長の油断を、信長周辺の警備が手薄になる瞬間を。久秀討伐後、本格的な天下平定に乗り出した信長は、重臣羽柴秀吉を毛利、柴田勝家を上杉討伐に派遣。信長の滞在する京本能寺にはわずかな手勢しか残っていなかった。久秀はこの機に織田の攻勢に苦しむ毛利と手を組み、信長を討って天下の運命を手に入れようとする。すべてを織田家の中心、明智光秀の仕業に見せかけて。反逆の将、新説本能寺の変。ようやくこれまでの茶番が実ったわ。信長が、光秀が、天下すべてが、松永久秀という大悪党を忘れておる。だが悪は滅びぬ。敵は本能寺にあり。悪党はお好きか、毒のある奴もお好きかな。
ついて様ゴムオン。ぜひも、もし松永殿、準備は整ってる。隠し通路に裏屋根を押し込んでおいて、どんな奇襲撃にも任せない。恐れ入ったらね。勝利も野球も大事な戦力、奴らの力なくば我が輩の計画は達成できん。今よ、隠し通路より奇襲せよ。撃ち取ったり。開門。明智軍を迎撃します。信長様には一兵も近づけさせない。開門。本能寺と二条城から敵が出るか。連携はほぼ立ってあるから確実に撃とう。泣きにそばれ三つ振り。女が危ないと所領を撃った。山で太めいて飛んでくるだろ。ご愁傷さま。剣は天下の剣だもの。当然さ。やられた諸君、言いたかったかね。非常に勝負いたせ。出られては困るのでな。今日から出すな。逃がせば我が輩の負けだ。二条城も抑えて本能寺を包囲したい。
信忠ちゃんは怖がって出てきてくれないんだ。二条城に繋がる隠し風呂もあるんだろ。それを使えばいいんじゃないかな。真相は全て闇に葬る。増援は必ず来てくれる。侵入路を確保しておくんだ。だな、速攻で分散してやろう。液晶撃ち取ったり。ご愁傷さま。
巡り合えた。お終章様バズナガ軍は私たちが止めます。あなたたちは本命しなくても関係止めてみせる。解剖ここはあなたは逃げて世に真実を伝えてください。父上分かったのじゃ。草秀の悪行必ず後世に伝えるのじゃ。解剖お終章様
縛って植え込みにでも放り投げとき。もう鍛錬してくれよ。逃げる奴を追うばかりで我が輩疲れちゃう。見しるし頂戴するんです。開門。残念、そうはいかないの。姫様、私のため信長様を守ります。止めて始末してくれるわ。
くなったか。踏んじまっておけ。あとは我が輩に任せよ。待たせたな、信長。今こそ貴様の運命を燃やし尽くしてやるぞ。よい、楽しもうぞ、妃で。開門。Yeah.
久秀、この信長をたばかりほふったか。許す。最後まで強がりよって無価値。